出れねえ。YouTube、 どうもヒカキンです。はい、今日はね、これ大型企画でございます。何をするかと言いますと、600リットルのスライムをプールに入れて、その中でペチャ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 ってやって、最強の ASMR をやりたいと思います。これ最強でしょ。僕ね、こんなすごい量のスライムって一回も作ったことないんですよ。今日もう水の状態から作っていくから。で、やっぱね、今ね、 ASMR ってさ、どこ見てもあるじゃん。ちなみに ASMR ってこんなやつです。ビンモン ASMR。 これが ASMR です。そう、なんかこうすごい高音質のステレオマイクで食べたり、なんか見たことあるでしょ。すごい音に癒される、あーいい音みたいなやつですよ。それをこの規模でやります。これもう水入ってるんですけど、これほら水こっから作っていきます。で、このマイクで収録するわけですよ。これ音質いい用ステレオですから。これ、それではスライムをまず作っていきます。ブーンブーンってことで、まずはこのね、プールの中の水に、この超大量にある洗濯のり、これを180リットル打ち込んでいきます。いや、透明だからね、あんまり分かんないかもしれないけど、いきますよ。洗濯のりゴー。え、トロトロしてる、トロトロしてるんだこれって、ピロンピローンって感じ。洗濯のりってなんかこれ何使うやつなのこれ知らない知らない、使ったことないね。パキッとするやつ、なんかワイシャツとか、これを全部大変だなこれ。100本どころじゃねえからさ、これ量がさ。頑張ります。トルネード式、こうやってね、ペットボトルとかってね、こうやってこうトルネードすると早く出るんだよこれ。全然ダメだわ、水とは違うわ、トルネード式になんないわこれビシビシになるかもしれない、飛び跳ねてくるんだよ。ちゃんと入れないと。こういう時一人って辛いよねこれね。終わんないよ、終わんないよ。いい音がもうしてるな。終わんねえ。こういう時はちょっと飛び出たよ。あ、やばいやばいちょっとプールからはみ出そうになりました。うわー、すげえベタベタするんだよねこの洗濯のりって。本当にあのなんか文房具とかのあの のりみたいな感じですね。あー、ラスト一本。わっわっわー、オーケー。うわ顔がのりだらけなんですよ、飛び跳ねてきてて。よしよっしゃー、オッケー。ブーンブーン。次にちょっとね、ずっと透明だからさ、色入れましょうか、色。このヒカキン TV といったらピンクですよね。あんまないんじゃないですか、ピンピンクのスライム作った人ってね。色入れていきます。じゃじゃーんもうこの業務用感すごいでしょ。これ絵の具です。それも蛍光ペンみたいなね、ピンクなんですよこれ。超綺麗なピンク、これ綺麗になるよ。さあ、どんな感じになるかね。ただちょっと注意しなきゃいけないのが、なんかスライムってさ、結構半透明っぽい方がスライムっぽいじゃん。だからこれ全部入れちゃうと濁っちゃうかもしれないんで、ちょっとだけまず入れます。いきます、いきます。あー、ゴー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 、イエーイ、イエーイ。かき混ぜてみないとわかんないねこれ濃さが。ちょっとじゃあこういう感じで控えめに入れてかき混ぜてみるか。あー、うわすげー、なんかスプラトゥーン知ってるみたいなんだけど、リアルスプラトゥーンなんだけど。デレレデン、おーすげー、おー。あ、ちょっと待って、入れすぎちゃった。混ぜましょう、これを使ってな
あマジでスプラトゥーン見てーって、これ何これって感じじゃん。これさ、卵とかさ、チュイーンってやるやつの超巨大版みたいなやつなこれ。ガトリングガンじゃんこれ。いきます、せーの。うわ怖い怖い怖い、ちょっと待って、怖い怖い怖い。これは綺麗なんじゃないの。危ない。ここ持ちそうなの。ここ持ったらブイーンってなっちゃう。いきます、せーの、ゴー。おー、わーすげー、おーめちゃんこ綺麗。飛び散る飛び散る飛び散るし、下にやってさ、こすったらなんかドル穴開きそうなんだよね、これ気をつけないと。ちょっと怖いから手で混ぜようかな。手で混ぜてみようかな。触りたいしね。ああーいいいい、ちょっと待って、もうなんかトロトロしてるからさ、海苔で手の方がめっちゃ混ざるやん。頑張れってことだなこれ。あ、すげえ綺麗、やば。うちのスライムね、上質なスライムだから。だってね、スライム職人だよこれ。めっちゃいい色なんですけど、見てこれ、こんな色のプールで泳いでみたいよ。流行るよこれ、ビジネスの予感がするよこれ。よし、じゃあスライム作りの主役、ホーサを入れていこうかね。これ入れると一気に固まるから。はい、こちらがホーサでございます。これね、入れていきましょう。これを今、これね、ちょっと厚めなお湯に溶かしていきます。はっ、はい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 、これがね、固める元みたいなもんですから、これ。よしよしよし、ホイサホイサホーサホーサ、しっかりと入ってってますよ。この量でやる人はそういないからね。普通ね、ちょっとした量で作るもんだから、スライムってすごい挑戦で。さあ、ラスト、オッケー、ホーサオッケー。はい、というわけでホーサもね、しっかり溶かして、一気に4つガーンって入れて、バーって混ぜます。で、これちゃんと混ぜないとダマになったりしちゃうらしいんですよ。なのでスピード勝負です。いやー、ちょっとこれ緊張するね。いきます、せーの、うわ、はい、次。あ、やっぱりなんかもう反応してる。よし、ラスト。さあ混ぜろ、さあ混ぜろ、混ぜろ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 。おお、すげえすげえ。しっかり混ぜろ、しっかり混ぜろ。腕がおかしくなりそうだけど、超スライムっぽい。ほら、スライムになってる。すごいすごい、どんどんなんか固まっていくな。タプタプしてやがるぜ。すごいすごいよこれ。ほら、ただ混ぜんの難しいねこれ。なんかね、角に結構こうやって水が溜まっちゃってて、しっかり混ざんねんね。ここが難しいんだな、スライム作りっつうのは。奥が深いね。あ、いい感じ、もう水の部分がほぼなくなった。しばらくかき混ぜたら、すっげえ。よし、こうやってこうやって、いい音鳴りそう、いい音鳴りそう。すごいねこれ、なんかマジでなんか RPG ゲームのなんかさ、敵みたいな感じがするんだけども。 OK。 すごい痛いんだよ、表面にパチンってなるときに手がすげえ痛えの。ほら、なんかまるでさ、あんたなんか嫌い、バーンってやってるときみたいな感じ。やったことないけど、痛え。これ高いとこから落ちたらこれ痛いね、ここ。というわけで600リットルスライム完成でーす。こんなすごいんだな。ブーンブーン。それじゃあ思いっきし飛び込んで ASMR スタートしますかね。助走つけていこう、これ飛び箱みたいにね。インしてね、やっぱね、飛び込んでいかないと。スライムプロデビューいきまーす。はぁーほっ、あーなんだなんだこの感覚は。完全に浮いている、水では味わえない感覚だ。うわ、ちょっと待って、なんか髪の毛が持っていかれてね、なんか。あー、ちょっと待って、出れないんじゃないこれ。ゴキブリホイホイのゴキブリみたいになってる。うー、助けてー。あー、ちょっと待って、筋肉痛なんだよね、ちょうど。でこれマジで身動きが取れねえ。ちょっとこれね、ホーサー入れすぎたかもしんないね。勝て、なんてこった。田んぼなんて話じゃねえぞ、俺、おい。背中と髪がマジでやばい。見てこれ、コーティングされてるんでしょ。もうシャンプーじゃん、これ、シャンプー。スライムシャンプーじゃん、もうこれ。ちょっと待って、この重みでズボンが脱げて。あんな揚げパンしてたのにさ。人間ってこんなに弱いんですね。ってくらい、底なし沼だ、これ。よし、じゃあここに入って ASMR 頑張ろう。それじゃあ ASMR スタート。600リットルからさらにお湯を増量して
700リットルの超大量スライム ASMR スタート。終わり。出れねえ。首が痛い。いい音だったでしょ。ブーンブーン。ヘルメットになってるんですよ、完全に。これリンゴはやばい、ヘルメットみたいになってるんですよ。どうですかこれ。ちゃんとコーティングされてるでしょ。すごいんだよ。どうやって落とすのこれ。やだね。すげえいい思い出になりましたね、本当に。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッとお願いします。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、SNS ガンガン更新してますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン。
じゃんけんポン。バイ。タクでー。タラクタラクタラク。タラク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 。